このギターが、あ、今日の第、おかえりなさい、おかえりなさいマーチンさんはこの人です。一応ご説明申し上げると、このギターが火事にあって、ここが黒焦げになって穴が開いちゃったんです。そして裏側もこの辺がこう、それを岩ちゃんっていうすごいリペアマンがいました。こうまず驚いたのは、ギターは安物のギターは合成接着剤でできていますが、いいギターは全部ニカワでひっつけてあるものでして、全部解体して直すことができるんですね。蒸気で熱を当てて、ニカワを緩めて剥がしてまた貼るということができる。そして塗装をもう一回してここまで戻ったですね。最初はもうダメかと思ったんですけど、頼んでよかったなと思いますですすいません。そうですね、マーチンさんに拍手。よく頑張ってる。でも前はなんか弦張りっぱなしで平気だったんですけど、これが起きてからちょっと弦を張りっぱなすが怖くなっちゃって、終わったら緩めた。でもそうするとね、弦がすぐにダメになって、お金がいるんですけど、そんなことも言ってられないですね。しましょうかね。起きなよ朝から何にもすることないならおいらと行こうじゃないか。二人で自転車乗って魚釣り、のんびりやりたいのなら僕とおいでよ。日暮れまでずっと釣っているんだ。いつもの嘘を餌につけて待てば、貧しいおいらにピチピチした可愛い魚たくさんかかれ。仕事がない日の朝には気分も上々ご機嫌。今日は朝から何にも考えなくてもいいんだ。のんびりやりたいのなら僕とおいでよ。日暮れまでずっと釣っているんだ。いつもの夢を餌につけて待てば、貧しい僕らにピチピチした可愛い魚どんどんかかれ。
山には松茸、海にはハマグリ、川では魚釣り、日暮れまでずっと釣っているんだ。明日の夢を餌につけて待てば、貧しい僕らにピチピチした可愛い魚たくさんかかれ、ピチピチした可愛い魚どんどんかかれ。